中学受験のリスタート、たかしです。今日は一問解説、2021改正の問題を持ってきました。一応教材は概要欄に貼り付けてあるので、使ってみてください。じゃあ、始めるよ。この問題、9998分の1を小数で表す。48位、56位、96位の数がいくらですかっていうこと。この分数を小数で表す系の問題っていうのは規則性があるんだよね。だからまず 1÷9998 を計算してみよっか。そんなに難しい割り算じゃないよね。まず1が立って差が2になります。そしてまた000と並んで、今度は2が立って差が4になります。っていう風に続けていくと、こんな風にどんどん割り算が続いていきます。もうちょっとやっとこうか。こんな風に続けると1,2,4,8,16 っていう風に数が現れてくるのがわかるはずです。つまりこの規則、4つずつのグループになっています。そしてグループ名 1,2,3,4,5,6 っていう風にグループ名をつけると、第2グループが2、第3グループが2の2乗、第4グループが2の3乗っていう形で、2のほにゃほにゃ乗の数が出てきてるわけだ。グループ名引く1だけ2がかかるっていうことになります。さあ、じゃあ48、もうわかるよね。48っていうことは4で割ると第12グループの終わりっていうことになります。第12グループは1を引いて2の11乗っていうことになるわけ。これ頑張って計算すると2048ということで、答えは8っていうふうにわかるわけ。じゃあ次、56位だよね。これも同じようにやってみよっか。56位を4で割ります。そうすると今度は第14グループっていうことになります。第14グループは2の13乗っていうことになるので、さっきね、2の11乗が2048って分かったから、それに2を2回かければ答えが出てきます。8192の2ってやると、これブブーだぞ。中学受験の問題解くときに同じような問題が3つ並んでるよね。そうするとね、同じ解法を3つ連ねることはありえないと思ってください。なんか引っ掛けがあるんだよ。さあ、これどんな引っ掛けがあるんだろうね。ここ8192になるんじゃないの？そう、これね、8192でしょ。次考えてみよっか。第15グループを考えてみると、2の14乗、つまり8192の2倍だよね。そうすると16384っていうことで、5桁の数になるよね。ということはこの1がこの2と被ってるじゃん。だからこの2と1を足したのが答えになります。つまり答えは3っていうことになるわけ。じゃあ第96位はどうなるのか、同じように最初はやってみましょう。4で割ると第24グループになります。24グループは2の23乗です。これいくらになるのか。48位の時にね、2の11乗は計算したでしょ。だから2の11乗の2048を2回かけると2の22乗までいけます。これにさらに2をかけると2の23乗になるわけ。ということで838608になります。つまりこの下4桁の部分がここに並ぶかなと思いきや、次も考えなきゃいけないんだよね。第25グループ2の24乗です。このさらに2倍の数16777216っていうのがここにずらっと並ぶわけだ。そうすると 8+7 の15の5が答えになる。違うんだよ。さっきも言った、同じ解き方は繰り返しは出てこないと思った方がいい。実はこれ第26グループも考えてみましょう。そうすると2の25乗、こいつのさらに2倍です。33554432という数を下に並べてみると、気づいたかな？この7と3足すと繰り上がるでしょ。1がこっちに上がってくるよね。ということで、8+7+1、16の6っていうのが96位の答えになるわけだ。これは難しいね。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。